おはようございます。京平です。よろしくお願いします。今日のゲストはドラマーのレイジさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、レイジさんはね、もうかなり古い付き合いですよね。古いよな。15年ぐらい前に僕がほんまに初めて19、20歳ぐらいにやってたバンドで主体バンしたり、なんてバンドだっけ、まあ、LS カッシュっていう、ドキュンネームみたいないいバンドだったのにな。そうですね、まあ、女性ボーカルの。その時にレイジさんがやったバンドすごい憧れやったんで、まあ、一緒にやらせてもらったり企画に呼んだりとかもして、まあそっからもね、結構プライベートでも会ってますよね。相当ね、夜の街にね、夜の街も二人でぶっ込んでね、ぶっ込みましたし、まあ健全なことで言えばフットサルもやりましたね。あ、やったな。フットサルもやりましたし、京都のバンドマン界隈で麻雀大会やるっていうのを発表したら、え、俺行っていいのみたいなの来て、麻雀のためだけに俺京都まで来ましたよね。新幹線でしたよ。新幹線やばすぎ。そうだから、まあ健全な遊びもしつつ、まあ夜の街にも繰り出しつつっていうね、まあいろんな思い出があるんですけど、まあ夜の街が一番な。まあそうですね。まあまあやめとこう。まだあの健全なチャンネル、健全なチャンネルで、まあ今日グローリーで今ドラムを叩いてるフェイクアイランドでライブっていうことで撮影しようってことになったんですけど、これがアップされる頃にはフェイクアイランド脱退ということが発表されてて、 でラストライブが12月の22に、まあ、東京の方でまあラストライブをやるっていう状況なんですけども、まあそんなレイジさんにね、いろいろ聞きたいこととかありますので、まあいろいろ質問していきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、俺一番聞きたかったのが、まあ今フェイクアイランドもう抜けることが決まってますけど、フェイクアイランドをやってて、まあその前にバンドをまあやられてたじゃないですか。まあその時に僕知り合ったんですけど、そのバンドを抜けた後にアメリカに行ったじゃないですか。俺その理由をすごく知りたくて、なんでアメリカ行ったんですか。これ真面目な話を。いや、もう真面目な話が欲しいです。なんか難しいな、お前と真面目な話。いいじゃないですか。単純に俺中学生とかでね、まあ、その頃に憧れてたヒーローのバンドっていうのがいるわけよ、初めてその自分が音楽をやるきっかけになったから。それがまあそのモトリークルー、はいはい、それこそ今来てるんですよ。でモトリークルーみたいなバンドになりたいとか、そういうバンドをやりたいっていうのがあって、一回プライベートでさ、モトリークルーの地元のねロサンゼルスに行った時に、あの街とあの街に溢れてる音楽にも魅了されて、俺はここに住んでここで音楽をやりたいっていう気持ちがもう満ち溢れてきたわけ。それいくつぐらいですか。それがその前のバンドやってた時。あ、でもそこに住んでやるにはこのバンドやめなきゃいけないな。でもその中でめちゃめちゃ葛藤してる。でもやっぱその向こうに行って音楽で挑戦したいっていう気持ちの方が勝ってしまった、でだからやめた。なるほど。でやめたから、まあ、じゃあそこ行こうかなって、3ヶ月間だったらビザいらないんで、でそれ何回も繰り返していって、本当はロサンゼルス行きたかったんだけど、なんかいろいろバンド探してたら結局ニューヨークでバンドが見つかって、でそのニューヨークのバンドに入って活動してて、でそしたらやっぱなんかいろいろ海外で生活もそうだし、まあ、言葉もそうだし、言葉はなんとかなるんだけど、向こうのに住んで向こうで外国人の方とバンドをやるっていうのがすごいもう楽しかったわけ。で、まあ、ここに残ろうかなって、残りたいなって思ってた矢先に、今度はその長いビザの申請あるじゃん、はい、あれでちょっといろいろな、ちょっといろいろあってで帰ってこざるを得なくアメリカにしばらく行ってて戻ってきた理由としては、そのビザが一番大きな理由。ビザが一番大きな。じゃあそこさえなんとかなってればまだ痛かったって感じですか。全然今でも行きたいと。僕もやっぱアメリカにすごい憧れがあって、でこの間留学とかで詳しい人といろいろ話してたら、今ちょうど上がったロサンゼルスとニューヨーク、まあ、これどっちかがいいよみたいな話をしてて、もし留学するなら、でロサンゼルスは簡単に言うと、まあ西海岸で日本でいう大阪で、ニューヨークは首都で東海岸にある日本でいう東京、やっぱそんな感じなんですか。あ、でもまあその雰囲気は確かにあるよね、でも最初に聞いてたイメージよりかは東京とかさ、ニューヨークとか、そう人が冷たいとか、あ、そう聞きました。そう、でも全然そんなことない。あ、そうなんですね。ロサンゼルスはロサンゼルスで、大阪よりひどい。あ、そうなんですね。なんかロサンゼルスは結構人が話しかけてくれたりする。いやだからもうそれよりももっともっとフランク。あ、もっとフランクなんですね。全然大阪の日じゃないぐらいフランク。どういう感じピーナまあっていうようなこととかが割とその辺に溢れていたりとか。ちょっとどういうことかわかんないですけど、まあ俺は日本人だからそういうことはしないけど、マリファナとかコカインの売人はそこら中にいる。ああ、もっとじゃあカオスみたいな感じですか。カオスなんだけど、でもそういうやつらが別に何こうすぐ人を殺すとかそういう雰囲気ではなくて、そういうやつらでさえ不面倒だったの
と、まあでも危ない場所も危ない場所でいっぱいあるんだけど、そういった意味ではニューヨークの方が全然過ごしやすいし、あ、まあ、ちゃんとしてるみたいな。ちゃんとしてる。だからロサンゼルスだったらもう車がないとまず移動に移動が大変。あ、そうなんですね。その電車とかあんまり。そうそうそう。だからもう車がないとどこにも行けないし、かといって広いから、うん、そういった意味ではなんかロサンゼルスは車さえあればなんとかなる。でもニューヨークは集中してるんだけど、マンハッタンとかにね、でそこに地下鉄がもうすごいいっぱいあるから、で24時間なんだ、うん、だからもうどこにでもいつでも遊びに行ける、うん、から過ごしやすいのはどっちかっつったらニューヨークなんじゃないかな。24時間最高っすね。その代わり夜は少ないけど。ああ、いやでもそれ俺めっちゃ日本にも思ってますよね。なんで終電始発の概念あんのって。まあね、1時間に1本とかでもいいから、うん、走らせたらいいや。いろいろあるんだよね。あれでしょうね。じゃあアメリカで起きた、うんうん、なんかアメリカっぽいエピソードみたいな。マジですごいエグいこと言って大丈夫。こう言えない程度やったら、もちろん俺は全然クリーンなんだけど、強盗はよく入ってたよね。どこですか？そこら中で。あ、スーパーとか、そう、銀行とか、うん、で俺住んでたとこニューヨークの、まあ、ブルックリンってとこなんだけど、もう全然治安はもう昔みたいな感じなんですごい安全なんだけど、まあでも事件はよく起きてた。発砲事件とかそういうのはあったし、なんか巻き込まれたりもしてない。あ、そういうのは全然大丈夫。あとはある日パトカーとか救急車がバー来て、なんか起きたのかなと思ったら、そいつらが俺らのアパート入ってきて、俺も住んでる、うん、えっと思って、そしたら上の階に行って、で何があったのって聞いたら、上の階でオーバードーズで人が死んだ。っていうのはあったよね。アメリカっぽいのかどうかわかんないですけど、まあ日本じゃあんまないですね。ないよね、うん、っていうのがもう結構割とそういうのは日常茶飯事ではあった。だからそんだけそういったことが身近にあるっていう分、自分自身がしっかりしてないとすぐそういう危ないことに飲み込まれてしまう街だから、うん、だからやっぱ日本は治安いいって言いますもんね、うん、まあ、日本人っていうのは俺も周りの住んでたところの人たちには認知されてたからさ、うん、でもまあ仲良くなるじゃん。で仲良くないやつとか最初のうちは近くのコンビニみたいなデリがあるんだけど、そこに行くじゃん。そこに行ってタバコが高いから巻きタバコを買うの、うん、で値段が表示されてないので、これいくらって聞いたら、まあ、最初9ドルって言われたわけ。あ、そうなんだ。900円ぐらいですね。そうそうそう、9ドルか。まあいいやつ買ってた。でその3日後ぐらいにアパートの仲いいやつと一緒にそのお店に行ってタバコちょうだいって言ったら、あ、お前ら知り合いなのって言われて、そうだよって言ったら、あ、そうなんだって。でこれいつもちょうだいって言ったら7ドルお前この前9ドルで買っただろ、そうだっけでもお前この町に住んでんだよねって聞かれて、でこいつ知り合いなんでしょ、そうそうそう、あそこに住んでる、なんだ先行ってよ、これ7ドルで、マジかよ。まあ要は観光客にはちょっと高く売ってるっていうのもあるしね。まあ観光客だと思われたんでしょうね。観光客っていうか、多分なんでこのブルックリンのここのちょっと外れのこんな町にこんなやつがいるんだろうみたいな感じでは見られてたかな最初は。でそういうのでまあ顔見知りになるって言ったっていうのもあるけど、あとは道端歩いててチャラチャラ小銭出してきて、これ5ドルと変えてくれ、こいつ何言ってんの、変えるってどういうこと、いやお金ないからこれと5ドルをチェンジしてくれそれどんぐらいあったんですか。で多分70セントとか1ドルにも満たない、満たない。そういうやつら多かったよね。タバコ1本くださいも多いし、あ、まあそれはなんか大阪とかでもたまにありますけど、ね、関西でまあそうね、大阪の特定の地域ではまだあるかもしれない、ね、全然全然、うん、京都駅の周りとかでも俺ありますよ。どうしても今お金ないんで100円だけくださいとか。ああ俺あげましたよね。あげたんだよそういうやつらは基本的にもうでも働かないから、日本よりもちょっと保護されてるからさ、あちょっと甘えてるんじゃないかなっていう、アメリカの。あーなるほどね。あ、じゃあ次の質問なんですけど、ライブハウスについて聞きたいんですけど、あ、うん、アメリカと日本でライブハウスで違いだけでもいいですし、うん、日本もこれ取り入れたらいいのにみたいながあったら教えてほしいです。あの向こうのライブハウスは基本なんもない。あー楽器がってことですか。そう、 PA システム一応あんのかな。その日に入る PA の人が持ってくるのかな。あ、もう PA ごと乗り込みみたいな。そうそうそう、うん、その日にね。で楽器もアンプとかは置いてあったりもするけど、もうほらちっちゃいやつ、はいはいはい、ドラムセットは基本なくて、うん、でバスドラとタムとフロアだけ置いてあったらもうだいぶいい方、うん、であとはもうスタンドとかも一応あるんだけど、スタンドは基本2本しかない、うん、ってことはクラッシュとライドトップとこれしかないじゃん、うん、並べてやりたい人でもそれしかないわけ、うん、で並べてやりたい人は自分で持ってこい、うん、でシンバルはないからシンバルも自分で持ってかなきゃいけない、うん、でハイハットもハイハットスタンドあるけどハイハットとクラッチがない、うん、だからハイハットとクラッチは自分で持ってかなきゃいけない。基本なんかそういう必要なものは基本的にもう持ってきて、うん、感じだね。なるほどなるほど、うん、なんかそのセッションバンドとかだったら、うん、なんかそれに成り立ちそうな気がするんですけどね。ラウド系のバンドとかって厳しそうじゃないですか。それこそやっぱ音響とかアンプとかめっちゃ大事じゃないですか。みんなそれでやってて割とじゃあしょぼい感じですか。いや全然それでもすごい音出してるし、結局機材じゃないんだな
っていうのは向こうで本当に思った。だからドラムセットにマイクが立つって立った時とかは、おマジで今日立つのみたいな感じだし、あと、だってドラム生音で迫力あるそのバンドサウンドってあんまりもうイメージすらつかないです。あ、まあだからさ、グローリーはでかいけどさ、基本的に箱自体はちっちゃいから、あーバーみたいな感じだし、だから生音でもね、それなりに音は鳴るって、うん、そのグローリーみたいな、いわゆるライブハウスみたいなとこもあるのはあるんですか？はあるよ、もちろん。で、機材とかもすごい揃っててみたいな。っていうところは結構高いよね。まあ、高いですね。高いし、なんか もうちょっとグレードが高いから、ちゃんとしたバンドがやるみたいな。で、やっぱ地元のローカルのバンドがやるような箱はバーみたいなところで、うん、なんかよく聞くんですよね、やっぱその日本も、まあそういうカチッとしたライブハウスみたいなのも、うん、まあアメリカとかにもあるけど、うん、そういうラフで、まあ、安くでできるライブバーみたいなものが日本にももっと増えた方がいいってよく聞くんですけど、それどう思います？俺が思ったのは、本当に日本でこういうもういいライブハウスばっか、あの頃ってここライブハウス大丈夫みたいなのがあったけど、もうそれすらも超越してるぐらいひどいわけよ。だからなんか日本人は恵まれてる環境の中で育つじゃんか、日本のアーティスト。でもアメリカは言ったらどんなにすごい有名な人でも最初はそれでやってたわけで、だからなんかね、自力の差はここで出るんだなっていうのは改めて思ったわけ。取り入れた方がいいんじゃねえかっていうよりも、結局それを取り入れるっていうよりも、まあ恵まれてるなら恵まれてるなりにやり方もあるし、そういう風にやってきた奴らにどう対抗するかっていう、その本人たちのマインドの方が重要なんじゃないかって俺は思うよ。今更だって、じゃあアメリカみたいに機材なしでやろうぜみたいな箱を作って、みんなそんなことやんないでしょ。まあそれも思うんですよね。なんか作った方がいいって話も聞くし、確かに面白いなとも思うんですけど、需要はあるかなっていうのもあるんですよね。そう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 、いや難しいと思うよ、うん、まあもちろんね、使ってくれる人はいるかもしれないけど、うん、それで回っていけるような、まあそれこそドラムセットもありません、 PA さんも連れてきてくださいっていう状況で、うん、その代わりめちゃめちゃ安いですっていう状況にした時に、使ってくれる人ってごく一握りかなと思うんです、ね、だってさ、 一応これもあるんだ、アメリカって土地も広いからドラムセットとかみんな買ってガレージとかに置いておけるじゃんか。で、日本は狭いから結局全部レンタルしないとっていうのもあるじゃん、だからそういった事情もまああるんじゃないかなっていう。だから基本的にアメリカの人はみんなドラムセット持ってるから持ってきてくれるし、で、俺も入ったバンドのメンバーが前のドラムのからもらったドラムセットみたいなの持ってたから、毎回それを持ってってっていうのがあったし、基本的に持ってるからさ、なんとかなるんだよね、その状況で、うん、わざわざこっちでするんだったら、やっぱその住んでる環境とか日本のその環境の違いもあるから結構難しいと思うよね、うん、防音とかもありますよね。僕も一回行ったことあるんですけど、うん、なんか防音という概念がほぼないからない、ない一応部屋の中でやってるそうだね、スタジオも全部そう。ドラムセットはバスドラとフロアとタムはあるけど、他は全部持ってる、うん、防音みたいになってるんですか？基本的に地下。ああ、地下か、うん、はいはい、地下の倉庫の地下とかにそういうのがある、うん、で、月いくらで何曜日と何曜日と何曜日はお前らねみたいな感じのシステム、はいはい、なるほど、うん、はい、ということで、まあいろいろ聞かせてもらいましたけど、うん、やっぱレイジさん話しやすいっすよもう知らん間にめちゃ時間経ってまあ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 ね、本当はもっとねディープな話も、お姉ちゃんの話、お姉ちゃんの話、それはじゃ あの今日飲みながら続きははい、放送できない話も多いと思うので、ね、まあこれがアップされてる頃にはもう脱退も発表されてると思いますし、うん、最後東京で12月の22日あるっていうことなんですけども、まあその後はまだどうするとかっていうのは考えてない、何も決まってない、うん、ドラムは続けますよね。ドラムも続けるし、バンドはやりたいから何かしらやると思う、うん、ということで、まあ、レイジさんが抜けた後もフェイクアイランドは続きますし、レイジさんの今後の活動にもこう置きたいということで、なんかやりますから、はい、大丈夫です。ぜひ、まあ、レイジさんのツイッターとか貼っておくんで、ぜひチェックしてくださいという感じでね、まあ、今日はレイジさんにゲストに来ていただきました、はい、まあ、今後もこういうバンドマンとか、まあ、ライブハウスの裏側とかをお届けできるチャンネルにしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。話足りない。